はい、皆さん、こんにちは、てぺくろです。今日は赤のカードですね。指輪物語の、赤のカードを予習していこうかなって感じですね。はい。じゃあ、早速見ていきましょう。まず1枚目、歴戦のゴブリン2マナ、クリーチャーゴブリン戦士、コモンの22ですね。こいつがブロックされた状態になるたびに、これをブロックしている各クリーチャーにそれぞれ1点ダメージ。ああ、各クリーチャーなんですね。だから、まあ、2体3体でブロックすると、そいつらに1点飛ばせると。なるほど。各クリーチャーは結構いいですね。はい、次。マザルブルの書、3マナ。アンコモンの英雄ってなんですね。オーク動員1を行いますと。はい。1章ですね。で、2章、オーク動員2を行う。なるほど。まあ、万が一1章のやつが速攻死んだとしても、また出てきますよと。で、そうじゃない場合はカウンターに乗せれるって感じかな。で、3章が、ターン終了時まであなたがコントロールして、すべてのクリーチャーを1-0修正を受け、威迫を得ると。まあまあ、クリーチャー出して威迫で殴っていく、みたいな感じですね。はい。次。旅の仲間の断絶2マナ。ソーサリー古文で、対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体と、そのプレイヤーがコントロールしていて、それでないクリーチャー1体を対象とする。その前者は、その後者に対して自身のパワーに等しい点数のダメージを与える。指輪があなたを誘惑すると。だから対戦相手のクリーチャー2体利用して、バーンするって感じか。自分のじゃないんですね。まあそういう意味じゃ、まあ、あれか、普通に、なんかイゼットのコントロールとかに入れて、相手がのこのこと強いやつ出してきたら、そいつら同士で、バーンさせるっていう感じですね。次。火の中へ投げ捨てる2マナインスタント、古文です。以下から1つを選ぶ。クリーチャー最大2体対象として、火の中へ投げ捨てるはそれらにそれぞれ1点のダメージを与える。クリーチャー2体に1点ずつ。あるいは、アーチバクト1つ対象としてそれを追放する。追放にできるのはまあまあ、いいでしょうと。1点ダメージか。最大2体で1点だから別に1人に2点飛ばせるっていうわけでもないと。なるほど。なんかまあ、作白のちょっと、弱い版みたいな感じなのかな。まあ、アーチバクトを追放できるっていうのが、でかいかもしれないですけど、まあまあ、アーチファクト再利用されないようにっていうのはできますと。はい、次、力の剣士。3マナ、シンボル赤2つ必要っすね。インスタントレア。この呪文はコピーできない。インスタントや操作である望む数の呪文を対象としてそれらをコピーすると。あなたはそれらのコピーの正しい対象を選んでもいい。だからスタック上に載ってる呪文全部コピーできるって感じですね、インストだったら。なるほど。だからな、まあなんか、スタック上で打ち消し合戦とか、あるいはバーンで何点か飛ばせるみたいなやつがスタック上に重なってる場合っていうのかな、乗せといて、最後にこいつ唱えると、呪文それらをコピーできるみたいな感じかな。なるほど。3マナね。まあ赤必要なのがちょっと大変そうだなっていう気はしますが、どうなんでしょうね。結構、まあ、今の最近の環境だと爆発的得意性とかも、まああるから、それコピーできたりっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、望む数の呪文をっていうところが多分、俺の売りだと思うんで、はい。結構まあ、スタック乗せ合戦の時とかにまあ活躍するんでしょうねって感じかな。はい。次、ローハンの軍団長、エオメル。4マナレアの人間騎士伝説のクリーチャー、速攻の4-4です。あなたがコントロールしている、これでない、攻撃している1体以上の伝説クリーチャーが死亡するたびに、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーをアンタップしますと。で、このフェーズの後に追加の戦闘フェーズを加えますと。で、この能力は毎ターン1回しか有効ですね。なるほど。これは、攻撃してる伝説クリーチャーが死んだら全部アンタップできます。で、フェーズの後に追加の戦闘フェーズ一つを加えるだから、このフェーズの後に追加の戦闘フェーズを加えるのは別にこれ死んでなくてもいいんだよね。ただアンタップするかどうかっていうのを、まあ、こいつで、殺さないと、まあ、殺さないとというか、死なないとアンタップできませんよ、という感じか。伝説を結構並べないといけない感じですかね。まあまあでもいろんなレジェンズデッキには普通に入りそうな感じ。で、まあ逃走者デッキでも、無限戦闘のコンボのやつとかでも、こういうの入ったりするのかな。ひょっとしたら。はい。
まあまあ、就職先はありそうな感じですね。で、次、リグマークのエオメル。5マナ54の速攻持ちで伝説クリーチャー人間騎士アンコモン。速攻持ちでこいつが攻撃するたびに、あなたが戦場にあるクリーチャーの中で最大のパワーを持つクリーチャーをコントロールしている場合、白の11人間兵士クリーチャートークンを1体生成すると。だから5、こいつだ、こいつで5なんで、まあ、77の、まあ、アタクサとかね、5以上出てたら人間トークン出てこないけど、なんだ。こいつ、そうね。5-4だからパワーだよね。最大のパワーを持つクリーチャーをコントしてる。うん。だからまあ、ちょっとこいつじゃ、ちょっと頼りないかなっていう感じは若干しますね。5マナだし。5ターン目だったら、さすがに6以上のやつはバンバン出てそうだから。うん、まあまあ、リミテだったらワンチャンかなって感じですかね。はい。次、エレボール山の炎火事2マナ、クリーチャードワーフ交渉、古文の21ですと。あなたがインスタントや操作である呪文を唱えるたびに、こいつは各対戦相手に1点のダメージを与えると。はいはい。まあ、赤によくある感じのやつですね。次、ウェストフォールドの領主、エルケンブランド。4マナ、伝説のクリーチャー人間兵士、アンコモン33ですね。こいつやこれでない人間一体があなたのコントロールから戦場に出るたびに、単種領事まであなたがコントロールして全てのクリーチャーを一度修正を受けると。なるほど、なるほど。だから、さっきの、このエオメルの、この、これでクリーチャーとかが戦闘時に出た時とかも1-0修正全部受け入れますよと。人間なんだね、だから。うん。まあだから基本的には人間トークン出しながら、この1-0をどこまで1-0なのか、3-0なのか5-0なのかみたいな、答え出すのかみたいな、いっぱいトークンの人間出して、頑張りましょうって感じかな。はい、次。次、カイル・アンドロスの陥落、3マナエンチャント、レアですね。対戦相手が本当してるクリーチャー1体が戦闘ダメージない余剰ダメージを受けるたび、こいつはオークドイン X を行う。X はその余剰ダメージに等しいと。あー、なるほど。で、8マナ払うと、クリーチャー1体対象として、カイル・アンドロスの陥落はそれに7点のダメージを与える。あー。なるほど。だからこれ、まあ、破壊不能とかついてなかったら無限マナ出せれば、クリーチャーに対しては無限バーンできて、あれか。まあ、その出てる余剰ダメージ分だけは動員できますよって感じか。なるほどね。まあ、クリーチャー1体に7点。8マナだからね、でもね。なるほど。まあ、動員って感じで3マナなんだね。3マナレアエンチャントで。で、これ実際、まあ、戦闘じゃないダメージだから、結構バーン系のやつが、この、指輪物語の赤に入ってないと、リミテではどうなるんだろうっていう感じですね。まあ、もうちょっと見てみましょうか。はい、次。危ない、火事だ、敵だ。X の、赤シンボル。ソーサリーアンコモンですね。で、クリーチャー1体対象として、このターン、こいつは、X へのダメージを与えると。それと共通のコントローラーを持ち、それでない各クリーチャーにそれぞれ1点ダメージと。なるほど、なるほど。まあ、だからさっきのと組み合わせたりはできますよと。だから、1体に X 点ダメージプラス、共通のコントローラーの、まあ、対戦相手の、クリーチャーに1点ずつ飛ばすって感じかな。なんか1点飛ばすの多いな、今回。はい、次。灼熱のメイ、3マナエンチャント、アンコモン。これは戦場に出た時に指輪があなたを誘惑しますと。で、あなたがインスタント操作力と、である呪文を唱えるたびに、これは各対戦相手に2点ダメージ。それはちょっと強くないですか？インストを唱えるだけで対戦相手にバーンが飛ぶから、だからこれを置いて火遊びボーンって本体に言ったら4点飛ぶみたいな感じでしょ。これと火遊びで。で、別にバーンの呪文じゃなくても、普通に陰層となるだけでも2点ずつ入るってなったら、相当はかどりそうな気するけどな。これはちょっと使ってみたいですね。で、なんかこれ対抗するのすげえ大変そうだな。赤タンとかでこれ入ってきた場合。はい、次。オルサンクの火4マナソーサリー、古文ですね。アーティファクトや土地のうち1つ対象としてそれを破壊する。ああ、4マナで土地破壊ね。で、このターン飛行を持たないクリーチャーではブロックできない。飛行を持たないクリーチャーではブロックできない。なるほど。だから地上部隊は全員ブロックできないと。はあ。それ大丈夫か？なんか、
めっちゃ、リミテとかでこんなん持たれてたら、普通になんか、全部ブロックしようと思ってどうのこうのみたいなのを全部かっ飛ばして、これフィニッシュで持ってくるみたいな感じだよね。飛行を持たないクリーチャーか。飛行クリーチャーってなんか今回そんな多くなかったような気がするんですけどね。しかも土地も破壊できるっていう。なるほど。まあこれはなんか、一気にリミテとかだと試合ひっくり返りそうですね。次、多くの強襲、吸収か。4マナソーサリアンコモン。オーク動員2を行うと、そうした時対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体を対象として、これは X へのダメージを与えますと。で、X は動員した軍団のパワーに等しい。はい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 。だから動員2を行って、で、その動員したやつ、まあカウンター、基本的にはカウンター乗せた場合が多いかな。でも最低でも、オーク動員2だから、0の状態から2作れるんで、2点番は、飛ばせますよと。いう感じですね。でもこれ、まあ、動員の、クリーチャー出てる場合で、仮にこれで、まあ、77みたいになってたら、7点番も飛ばせますよという感じですね。はいはい。まあ、いいんじゃないでしょうか。次、打破数を競うもの、ギムリ。打破数打破数ってなんか日本語なかったのかな。で4マナ、伝説のクリーチャー、ドワフ戦士、アンコモン43です、トランプル。対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体が死亡するたびに、こいつはそのクリーチャーのコントローラーに1点ダメージ。ああ、なるほど。だこれ全除去とかで、全員1点バーンとかでトークンとかが死にまくると、すごい点数が相手に入るって感じですね。だこいつ出して、さっきの1点バーンのやつバシって打って、で、まあダメージ飛ばしましょうって感じかな。はい、次。ギムリの王の3マナ、アーチャフト装備品コモンで、装備してるクリーチャーは 3-0 修正を受けますと。で、装備してるクリーチャーが伝説になった場合は威迫持ちになりますと。で、装備コストが2ですと。なるほど。はい、次、ギムリの怒り、2マナ、インスタント装、コモンですね。で、クリーチャー一体対象として、短縮路地まで3人修正を受けて、伝説だったら、短縮路地までトランプルまで出ますと。なるほど。はい、次、ドワフの特使、グローイン。3マナ、伝説のクリーチャー、ドワフアドバイザー、レアの33です。あなたが歴史的な呪文を唱えるたびに宝物トークン1個生成すると。ああ、いいっすね。で、タップ宝物サクリで、クリーチャー一体対象として死装する。へえ。マジか。まあ、こいつ自体タップしないといけないから、無限に死装みたいな話は、できないんだが、でも思想ってあれだっけ？次のあなたのターンまでそのクリーチャーはだから、ああ、だから相手のエンドステップとかにやっても、あれですね、ダメってことだよね。基本的には相手のターン中に戦闘入る前とかに、まあ、これ使うっていう感じかな。あまあでも宝物でだけでもありがたいけどね。まあ、アーチバクテリア伝説や英雄譚と、こいつが出てる状態で唱えると宝物1個出てくるっていう感じか。まあ、3マナ33ね。ドワーフ。ドワーフだったら逃走者のマグダのデッキとかに入るんじゃないの。はい、次、火を越えるゴブリン。火を飛び越えるゴブリン、2マナ。クリーチャーゴブリン戦士、アンコモン11。2マナ払うとこいつは 1-0 修正受けると。で、こいつが死亡した時に対戦相手がコントロールしてるクリーチャー一体対象として、これはそれにこのパワーに等しい点数ダメージ与える。ああ、はいはいはい。ああ、は特攻隊長っすね。後半でも、まあまあ、注ぎ込み先があるから、でかいクリーチャー出てきた時も、彼に死んでバーン飛ばせるっていうので対応できると。これ結構なんか使えそうな気するな。リミテで。これちょっとリミテで使いたい。はい、次。警察の先導者、グリシュナーハ3マナー、伝説のクリーチャーゴブリン兵士、アンコモン11。こいつが戦闘に出た時にオーク動員2を行いますと。で、そうした時にパワーが動員した軍団のパワー以下であり、対戦相手がコントロールしている伝説のないクリーチャー一体対象として、ターン終了時までそのコントロール。あー、なるほどね。だから、まあ、もともと動員のクリーチャーが出てるんだったら、よりでかいやつのコントロールが得れるかなっていう感じかな。まあ、でもターン終了時までだから、まあ、クリーチャーでそれができるっていうのは結構ありがたいけど、ずっとこいつがいる限りコントロールを得られるっていうわけでもないので、まあ、
頑張ってブリンクとか、こいつを使い倒すんだったらブリンクとかしないといけないかなって感じですね。はい。で、次。ハラドリムの槍使い3マナ。クリーチャー人間戦士の、コモン23到達ですね。で、あなたのターンの戦闘の開始時にあなたがコントロールしていて、これでないクリーチャー一体対象として、一度修正を受けることができると。まあなんか防御要因って感じかな、どっちかというと。3マナ23到達。はい、次、エントモリの伐採5マナ。ソーサリーの、神話レアですね。望む土地の、望む数の土地を生贄に捧げますと。ほう。で、あなたはライブラリの一番上にあるカード X 枚公開して、X はこれにより生贄に捧げられた土地の数に等しいですと。で、これにより公開されてアーチオクティア土地である望む数の枚数のカードを選んで、これにより選ばれて土地でない全てのカードを戦場に出す。ああ、土地以外は出せるんだ。ん？ちょっと待って。これに公開されて、アーティファクトや土地である望む枚数のカードを選んで、選ばれてない土地でない全てのカードを戦場に出す。その後、これに選ばれた方は、土地カードをタップ状態で戦場に出すと。ああ、結局出せるんだ。なるほどね。まあでも普通の土地でそれは、まあ、どうなんでしょうね。だから土地7枚とか出てたら、デッキトップから、まあ、アーティファクトと土地は、全部出せるっていう感じだよね。だから、アーティファクト系のデッキに絞って、で、まあ、普通に土地サクるんだろうな、これ使う場合。なんか、普通にクリーチャー土地みたいなやつ。ああ、でも、グルールだったらいけたりするんかな。アシャヤ系のなんか、ああいうデッキとかで。ちょっとその辺の使いどころ、わかんないですけど。まあ、自分だったらでも、クリーチャーの土地とか、オラーってサクって、で、デッキトップからその分のアーティファクトと土地を戦場に出したいですけどね。まあまあ、こういうちょっとよくある、なんだ。まあちょっとぶっ壊れカードみたいな感じですよね。はい、次。間に合わせのコンボ2マナインスタントコモンですね。で、これの追加コストとして、アーティファクトやクリーチャーのうち1つ意見に捧げますと、クリーチャーやプレーン増加やプレイヤーのうち対象として、4点バーンができますと。あー、なるほどね。まあ、だから電圧のちょっと弱い版みたいな感じかな。エニーターゲットだから、プレイヤーにも飛ばせるっていう意味じゃ、まあまあ、2マナ払ってもいいのかなっていう感じは、せんでもないですけど。でも4点バーンはでもでかいな。そうっすね。プレイヤーにもバーン飛ばせるし、まあまあ、サクるのは必要かもしんないですけど、ただ、これはなかなかリミテとかでも活躍しそうな気はしますよね。で、さっきなんか余剰ダメージ分の動員を行うとかいうのもあったから、4点飛ばせりゃまあさすがに1か2ぐらいはね、ポコポコできると思うんで、そういう意味でも、リミテでも使いどころがありそう、かつ、なんか、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。はい、次、モリアの襲撃者2マナのクリーチャーゴブリン戦士レアの112段攻撃。ゴブリンや多くのうちあなたがコントロールしている1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびにあなたのライブラリの一番上にあるカードを1枚追放して、このターンあなたはそのカードをプレイしてもらえると。1体な通るたびにデッキトップ追放してプレイできると。なるほどね。まあこいつ自体2段攻撃ついてるからこいつのちょっとバフ上げるとかして殴るのがいいんでしょうけど、まあでも速攻ついてないから、まあ動員とかで横並べた状態でこいつ出して、まあ赤2マナなんでね。はい。で、その、殴った、ダメージ通った分だけデッキトップ追放して、で、余ったマナでそれとプレイするっていう感じかな。結構、どうなんだろうな。でもまあ強いか、普通に。結構だからまあ横に並べるとかトランプルとかジャイグロとかいろいろ仕掛けながら、まあ攻めていくっていう感じですかね。はい、次。オリファント、6マナ。クリーチャー、ゾウ、コモン、64、トランプル、持ちですと。で、こいつは攻撃するたびにあなたがコントロールしていて、これじゃないクリーチャー一体対象として、ターン終了時まで 2-0 修正を受けてトランプルを得ると。これ出てきたアリミテきついな。ヤマサイクリング、1がついてますと。これはフィニッシャーになりそうっすね。はい、次。オログハイの破壊者、4マナ。クリーチャートロール戦、兵士、コモンの44ですね。トランプルで、あなたはゴブリンや多くをコントロールしていない限り、こいつではブロックできませんと。
なるほど、なるほど。まあでも4マナ4、4で古文だったらトランプルついてたらまあいいんじゃないですか。はい、次、半目の終わり。3マナソーサリー古文ですね。このカード、この呪文を唱えるための追加コストとして、カード1枚捨てますと。で、カード2枚捨てて、2枚引いて、11の人間変種クリーチャートークン1体を生成していきますと。次。角笛城での結集、2マナソーサリー古文です。白の人間兵士クリーチャートークン2体を生成しますと。で、ターン終了時まであなたがコントロールするすべての人間は速攻いますと。なるほど。人間速攻。人間ってさっきなんか言ったっけ？あ、でもこういうのも人間なのか。だからまあ人間トークン出しつつ、人間の、なんかさっき言ったレジェンダリーとかも出して、速攻で殴っていこうみたいな感じかな。はい、次。レンジャーの松明。1マナソーサリーアンコモンです。クリーチャーやプリンズウォーカーやプレイヤーのうち1つ対象として、2点ダメージ与えた上で指輪が誘惑できますと。まあそれ1マナ、なんか結構各カードに1マナで指輪誘惑のやつあるような気するんだけど、気のせいかな。なんか前、黒にもなんかあったような気がする。はい。赤も結構誘惑できそうっすね。はい、次、容赦なき、ロヒアリム、4マナ4、3で、こいつ戦場に出た時に指輪があなたを誘惑すると。なるほど。はい、次。日の出とともに3マナエンチャントアンコモン。あなたがコントロールしている全てのクリーチャーは速攻を持つ。3マナでそれやっていいんだ。あなたがコントロールしている全ての伝説のクリーチャーを一度修正を受ける。これめっちゃ強くないですか？ これめっちゃ強くない？なんか、エンチャントで全てのクリーチャー速攻を持たせるってやつ、なんだっけ、熱情とかじゃなかった、あれ4マナとかじゃなかったっけ、あれ3マナだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、3マナで全てのクリーチャー速攻を持ちにできる置物ってあったっけ。まあ、あるの、僕あんまちょっと詳しくないからですけど、でもなんか、それ結構強いような気するんだけどな。レジェンダリーはしかも一斉修正だから、なんかこれだけじゃないっていう。マジか。僕はちょっと自分の紙のカードを漁ってちょっと確認しますけど、自分確か今、統率者のデッキとか、家での熱情とか入れてたはずなんで、ちょっと差し替えの可能性があるな、これは。はい。統率者やってる人だったら、まあ、ね、統率者は当然レジェンダリーなんで一度修正を受けれるし、いいんじゃないですか。これめっちゃいい気するな。普通に欲しい。次、はい。ロヒアリムの僧兵、1マナクリーチャー、人間騎士の、古文11で、威迫持ちで、こいつ死亡した時に指輪誘惑できますと。なるほどね。はい、次、部屋への吸収。1マナインスタント古文ですと。クリーチャー1体対象として、ターン終了時まで一度修正を受けて先制攻撃。で、ゴブリン多くであるんだったら、ターン終了時まで速攻も入れますと。だから、ゴブリン多くだったら速攻先制攻撃10。まあまあ、ゴブリンデッキとかにも入るのかな。まあでも結構基本的にまあ速攻とかついてるからね、もともと。ついてるやつ多いからね。ゴブリンとかね。次、不死者の倒滅。2マナインスタント古文ですね。クリーチャー1体対象として、それは3点ダメージを与えますと。で、ターン終了時まで、そのクリーチャーは破壊不能を失って、このターンにそのクリーチャーが死亡するんだったら、それを追放しますと。なるほど、なるほど。だから3点ダメージ与えた後に破壊不能を失うから、それでダメージもうゼロまで落としてるんだったら、その時点で死にますと。で、死ぬんだけど、その代わりに追放するっていう感じか。2マナで、ああ、でもこれ強そうっすね。破壊不能系、全部、こいつありゃ、まあ、なんとかなるみたいな感じか。これって装備品とかについてる場合どうなのかな？装備品とかについてても一緒なのか。でもまあ2マナでそれで追放できるんだったら、なんかいいような気するけどな。普通に。はい。これもちょっと良さそう。次、アクラタの略奪。X 赤赤。エンチャントで、神話レアっすね。これ戦場で出た時に、それは各クリーチャーにそれぞれ X 点のダメージを与える。おお。で、各対戦相手がコントロールしている1体以上のクリーチャーが死亡するたびに、あなたは宝物トークン1個を生成すると。この能力は毎ターン1回しか誘発しない。なるほど。だからまあ、1体以上のクリーチャーが死亡するたびだから、まあまあ、何体殺しても、そのターンにはマックス1個しか出ませんと。いう感じですね。でもまあまあ、ね。
食肉じゃないけど、まあ修正じゃないけど、まあまあ似たような感じで X でバーンしてみたいな感じか。なんか、マジで食肉の赤バージョンって感じだな。はい。次、群がるモリアの輩から、サンマナソーサリーアンコモ。宝物道具一つ生成しますと、で、オークドーイン2を行いますと。はいはい。次、ゆきて帰りし物語。ごまな、レアの英雄タンスね。一生がクリーチャー一体最大、対象として、あなたが、こいつをコントロールし続けている限り、それではブロックできませんと。で、指輪があなたを移動しますと。二章、あなたのライブラリーから山カード探して戦場に出しますと。あ、戦場に出せるんだ。で、ライブラリー切り直しますと。三章、スマウグという名前で、飛行と速攻とこのクリーチャーが芝をしたとき、宝物14個を生成する赤の66伝説ドラゴンクリーチャーを言ったら生成する。何言ってんだお前。スマウグ。スマウグってなんか出てくる、あれなんですかね。まあ、これがスマウグなんでしょうね。飛行速攻、死亡した時、宝物14個の66伝説。14個って何なの？ごまなエンチャンとか。まあ、5ターン目か4ターン目ぐらいに出して、1勝、2勝、3勝。あー、でもなんか全然、やれそうな、あー、どうでしょうね。絶対追放こいつに使わないといけないマンって感じか。66伝説ドラゴンクリーチャーか。なんか44ぐらいかと思ったらすげえの出てきたな。なんか通りで1ターン目と2ターン目ちょっと弱いなって思ってたんですよね。ごまなエンチャンとレアのくせに。なるほど。まあこのスマウグっていうのを、まあなんとか出して、しかも速攻ついてるから、いきなり66殴ってくるみたいな感じか。なるほど。ちょっとまあ、なんかロマンを感じるデッキですね。デッキっていうかカードですね。次最後かな。ゴルゴロスの先住、ゴマナクリーチャービースト、コモンの54ですね。こいつや、あなたが本調しているパワーが4以上であり、超えてないクリーチャー1体が死亡するたびに奥動員に行うと。はいはい。パワー4以上のクリーチャーが死亡するたびに、だから22が出てくるんだ。22出てくるかカウンターのどうかみたいな感じか。それ、リミテだったらだいぶ厄介な気するな。なんかでかい並べてやっと倒したと思っても、それで動員されたら結構うざいもんね。で、死ぬのはこれでも構わないと。で、さっきの、だからこの、スマウグとかでもいいんだよね。なるほど。はい。以上が、赤のカードになりますと。まあ、インパクトあったらやっぱこれと、行く手返し物語と、あと何かなぁ。でも赤もね、あ、でもまあこれとかも使えそうっすよね。モリアの襲撃者。で、まあちょっとなんか、ロマンカードしたらエントモリの伐採とかですかね。うん。結構、でもなんかそんな伝説のクリーチャーそんないっぱいいました？コモン、アンコモンですとかって。ああ、でもちょっとやっぱいるな。全然覚えてない。紹介したばっかの。うん。で、これとかもなんかまあ、あれですね。逃走したデッキとかでも、入りそうっすね。こんなとこっすかね。はい。というところでございました。まあ、やっぱり、赤も結構オーク動員、どんどん刺してくる感じですよね。なんか除去がでもなんかその、いい感じに、バーンできるインスタント除去みたいなのがあんまりなかった気するんで、リミテだとどうなるのかなっていうのはちょっとありましたね。結構ソーサリー系とかが多かった気が。まあでもこんなもんか。こんなもんっすね。そんなポンポン入ってねえわな。そりゃ。はい。というところで。まあでもなんか、普通に白赤とかでも組めそうな雰囲気は結構感じたんで、はい。ちょっとリミテが楽しみだなというところでございますと。どこかな？はい。動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。